フォートナムメイソンのピカデリー本店。フォートナムメイソンの誓いにある花と聖火の売り場店舗入り口のポーチ屋根を占拠したアンチカット抗議行動の参加者らフォートナムメイソンはイギリスのロンドンを拠点とする老舗百貨店。しばしばフォートナムズと略される。ウィリアム・フォートナムとヒューメイソンにより1707年に創業し、本店はピカデリーにある。 ウィッティントン・インベストメンツが社を保有している。日本にも二つの支店を有している。フォートナムメイソンは質の高い商品を販売することで知られ、国際的にもその認知度は高い。過去150年以上にわたってイギリス王室から王室御用達の店舗として認定されている。食品雑貨店として創業したフォートナムズは高品質の食品を共することで、 ビクトリア時代を通して急速に評判を高めた。総合百貨店にまで発展した今日においても外国の食材や特産品から基本的な食品までの様々な食料品を中心とした品揃えに重点を置いている。また、紅茶の販売でも有名である。世界のグルメ商品や高級食品に関してフォートナムメイソンと競合する主な企業は ロンドンのハローズとハーベー・ニコルズのほか、イングランド北部のベティーズテイラーズ・オブ・ハローゲート、パリのマリアージュ・フレール、ダマン・フレール、クスミティ、エディアール、フォションである。ありがとうございます。